ザイリンクス社製 CPLD プログラマブルロジックデバイスは製造後にユーザーの手元で内部論理回路を定義変更できる集積回路である。通常の集積回路は設計時に使用や機能が定まり製造時に全ての回路が固定されるために後から回路を変更することはできない。これに対してプログラマブルロジックデバイスは 出荷時には特定の処理を行う回路が定義されておらずユーザーが手元で必要な回路の構成情報をデバイスに設定して初めて機能を発揮する初期のプログラマブルロジックデバイスは事前に設定を行って実際の用途に供し動作中には回路を変更しないものが大半であったしかし近年はシステム起動時あるいは動作中にも 回路を変更することができるものもあり、そのようなものはリコンフィギュラブルデバイス、特に動作中に回路を変更可能なものはダイナミックリコンフィギュラブルデバイスと呼ばれる。これに対比して従来のように起動時や動作中の構成変更ができないデバイスをコンフィギュラブルデバイスと呼ぶこともある。多数の集積回路からなる回路を多数製造する場合は、 特定用途向け集積回路のように1個の LSI にまとめて実現することが多い。しかし LSI の開発には技術資産や設備の整備、IP の購入費用といったことによる高い初期コストが発生する。さらに一般の LSI では製造後の修正、改良が不可能なことから設計時に多くの条件を加味した徹底的な最適化が必要となり、 設計には長期間を要する上、網羅的な検証が必要となり、開発コストを押し上げている。加えて、LSI の設計から実際の製造に至るまでには、数多くの工程があり、それらは他プロジェクトへの再利用が不可能な投資に関するコスト、つまり NRE コストが非常に高い。以上のような理由で、LSI の設計、開発はそれ自身高いものにつき、 設計資産を再利用する際の経済効率が低いものとなるため設計資産蓄積によるコスト低減もソフトウェアの場合のようには期待できない。しかし、プログラマブルロジックデバイスの場合、汎用品のプログラマブルロジックデバイス上に回路を何度でも再設定することで再利用や修正が可能であるため、設計、検証コストが 低減化され、チップ製造を行わないため NRE コストも極めて低く抑えられる。以上のような特徴から、現在では ASIC の動作確認のための施策、次世代携帯電話基地局など、将来的に仕様の変更が見込まれる製品、規格の策定途中でハードウェア完成後に仕様を変更する必要がある製品、論理設計技術の習得用の実験回路など、 試作品、少量生産品から量産品まで幅広く利用されるようになってきている。最初期のプログラマブルデバイスは回路情報の保持手段として微細なヒューズを用いるパルと呼ばれるものである。その後、イップロムの要素を用いたギャル、それを複数搭載した CPLD となり集積度を増した。これらのデバイスは主に既存の LSI を相互に接続する。 グルーロジックとして用いるところから始まった。一方でゲートアレイ構成を基本としたイプロム型フプガ、ラットを基本とした SRM 型フプガも登場した。これらは回路容量の増大に伴い単なるグルーロジックにとどまらず既存の LSI の機能も取り込むようになり、現在では CPU コアや DSP、アナログデバイスをも取り込みシステムを 丸ごと搭載することも可能になった。なお、このようにシステムを丸ごと搭載した LSI を一般にソークと呼ぶ。デバイスが高価だった時代は ASIC のプロトタイピング、超高性能コンピュータ用アクセラレーターなどに用いられた。メーカーが増え競争が起こり、また量産効果によって価格が低廉化してくると一般的な PC にも使用されるようになった。 ASIC を使わずバスにフップガを直接接続しておき、コンフィギュレーションロムにはホストバスインターフェース機能とフップガへのロジック書き込み機能だけを用意しておき、デバイスドライバーによって本来のロジックをアップロードする方式が広まった。デバイスドライバーソフトウェアのバージョンアップだけで機能の向上、バグの修正が行えるため、量産数量次第では ASIC を使用した場合より、 全体コストが安くなる。インターネットにおける急激な通信路容量の増加に伴い、従来のソフトウェアによるルーティングが限界に達した。高性能 CPU の投入は装置の部品増と消費電力の問題、冷却など様々な問題があり、非現実的であった。ASIC で構成する時代も、一時期あったが、処理すべきプロトコルが増えたり企画が変更に、 なった等によって装置が陳腐化してしまう問題が生じた。そこで自由に回路構成が変更できるフップガによってルーティングエンジンを形成することによってスループットを維持しつつ新しい規格にも対応できる設計が一般化した。デジタル放送は新しいプラットフォームが形成される都度、伝送方式をはじめとしアプリケーションレイヤーに至るまで根こそぎ規格が変化した。 2000年に放送を開始した BS デジタル放送に至っては、あらかじめ CS デジタル放送や地上波デジタル放送という新規格への備えが必要であり、また受信機の使用に応じて放送機器側の使用を策定し直すという泥縄状態であった。このため放送用機器はフップがオベースに作り込まれ変更のあった規格への対応が行われた。 受信機の一部もロジック回路の一部をフップ画で作っておくことでソフトウェアアップデートだけで新規格に対応できる製品もあった。Web サーバーやアクセラレータにおいてプログラマブルロジックデバイスを応用した製品がある。サーバにとって負荷の大きい CGI 実行結果などをキャッシュしたりフィルタリング処理を可変ハードウェアで実装したものである。これらの機器は 従来機器と比べ桁違いの単位時間あたり、トランザクション数を誇る。またアクセラレータは特に負荷が高い席はソケッツ、レイヤーを高速化するのに用いられた。SSL 暗号化方式が増える可能性があるため、既存規格だけを実装した装置は陳腐化を免れないが、ロジック回路を変更可能にしておくことにより、暗号化方式の追加に対応することができる。 フプガを人とするプログラマブルロジックデバイスの低廉化は、ホビーストが CPU の実装から、ついにはフルスクラッチでソークそのものを実現することを可能とするまでに至った。例えば1チップ MSX プロジェクトでは、一つのシステムをすべてフプガで実装し、生産終了して入手不可能になった MSX パソコンを再現した。その価格は、 かつて製品が存在していた時代と遜色のないものであり、プログラマブルロジックデバイスそのものが特殊な業務用途の高価なデバイスからディスクリート部品同様にホビーストの手によって容器を具現するデバイスへ発展した一つの証と言える。このような例としてコンピュータがディスクリート部品の塊であった時代からの変遷を学生がなぞる学習への利用や 既存の命令セットアーキテクチャではなく、一から設計した全くオリジナルのプロセッサを作る、研究に活用されていることなどが挙げられる。競技の PLD とは、小規模なプログラマブルロジックデバイスであるパルとギャルの総称である。また、講義の PLD として、後述の CPLD 及びフープがまでを含めて、PLD と表現する場合もある。CPLD は、パルやギャルよりも、 規模の大きな PLD で数百のロジックエレメントからなり、ほとんどがイプロムのアーキテクチャで構成される。内部構造として、口述の PLD を複数集積し、それらを内部バスで接続した構成になっている。書き込み方法、フップガとは、利用者が独自の論理回路を書き込むことのできるゲートアレイの一種である。プログラマブルロジックデバイスの中で、 特に再書き換え可能であるものをこう呼ぶ。内部構造の一例としては、任意の論理を構成可能な4入力程度の組み合わせ回路と順序回路からなる論理ブロックが格子上に数十数十程度配置され、その間の配線を簡易なクロスバースイッチで接続した構造を持つものが挙げられる。フプガの厳密な定義は明確でなく、利用者やメーカーなどが 独自の解釈でそう呼んでいるようだが、書き込み可能な回路規模はおおよそ1000ロジックエレメント以上のものをフップガと呼ぶことが多い。フップガには回路情報の保持要素として、イップロムを用いるデバイスがある。これは回路の設定変更に手間がかかる一方で、電源を切っても回路情報を保持しているため、電源投入後にすぐに使用できるほか回路情報を内部に持っているため、 設計のノウハウが漏れないという利点もある。デバイス上に多数のラット DFF ルーティング資源を搭載し、これを組み合わせて回路を構成する形式が主流である。ラットの内容 DFF の動作モード、ルーティングの情報を保持する要素として SRM を用いる。電源を切ると回路情報が揮発してしまうため動作させるには外部に 専用の ROM を接続し、電源投入時に回路情報をロードしてから使用するタイプが一般的である。この回路情報をロードすることをコンフィギュレーションという。一時期この専用 ROM が効果であったため、汎用のフラッシュメモリからコンフィギュレーションを可能にする専用 LSI も開発された。SRAM 型デバイスは前日の IPROM 型デバイスと違って、 構成情報の更新が比較的容易で高速であり、システムの動作中に構成を変更するような使い方も可能である。この特徴のためリコンフィギュラブルデバイスやダイナミック、リコンフィギュラブルデバイスを実現するための基本的な構成となっている。1990年代後半、核、フップガメーカーは顧客のアプリケーションの要求から高速化、大規模化を推し進めてきた。 2000年代に入ると、単なるユーザーロジック領域の拡大ではなく、機能ブロックをあらかじめデバイスに盛り込み、高性能化を謳った製品群を開発した。それまでのフップガでは、メモリ、加算、乗算機ひいては、CPU といった機能は RTL を論理合成することにより、フップガの規模が許せば、ユーザーロジック上に構成できたが、性能やリソースの面で不利となる。 そこで、デバイスによっては、CPU コア、SRM ブロック、乗算機、PLL、DSP 等の使用頻度の高い回路要素を、あらかじめ、ハードマクロとして搭載し、複雑なシステムを一つのフップがないに高効率で、実現できるようにしたものもある。また、入出力特性も TTL レベル、CMOS レベル、3.3V、2 5ト、1 8 ボルトなどの電圧に対応可能で PCI や AGP といった各種標準 IF 用に合わせた信号レベルを設定することもできる。LVDS や高速 SARS 等の物理層をサポートした IO ブロックを搭載したものもあり、上位にユーザーロジックで構成した PCI Express、Gigabit Ethernet などの制御回路を組み合わせることで高速通信 i F を構成できるものもある。また価格面においても、旧来はデバイス単価が高く、製品の試作に使う程度で量産品には使えなかった。しかし、プロセス技術の発達やフップが市場の広がりから、低価格なフップがデバイスも発売されるようになった。これにより、ハイエンドではない通信機器や民生用の大型テレビといった量産製品にまで、 フープガンが使われるようになった。NHK は次世代デジタルハイビジョンの圧縮フォーマットに H265 の採用を策定した。このプロトコルは現在の中規模、スカラプロセッサでは取り扱うことが難しい技術的困難がある。リコンフィギュラブルデバイスを大型テレビが搭載していることを前提とし、 MPEG-2 レコーダーが H265 を取り扱えることを前提として企画に取り込んだ。これは現行のデジタルハイビジョンが中規模、スカラプロセッサでも扱える MPEG-2 という前、時代プロトコルを採用したため高画質化が困難であるという反省も含まれている。2000年代前半にはオペアンプやコンパレータを含むアナログ回路ブロックを複数搭載し、 配線やリトクをデジタル制御信号で可変にした製品が発表され、アナログ回路の PLD が登場した。フッパとも呼ばれる。また、従来のデジタル回路フップがニアナログ回路ブロックを混載し、そのアナログ回路ブロックを用いて、AD 変換回路などを構成することで1チップ化、可能なミックストジグナルフップがも製品化されている。ありがとうございます。